250cc クラス決勝をスタート。ゴールポジションの宇田川がスタート失敗、大きく出遅れる。飛び出したのは岡田忠之、得意の先行逃げ切りパターンに持っていきたいところだ。
るとは 思ってなかったですよ、本当に。次はぶっちぎりで頑張ります。おめでとうございます。ありがとうございます。